今日の伊藤孝恵チャンネルは、参議院予算委員会 NHK テレビ中継入り質疑反省会です。何より内密出産、これ大きな進展がありました。熊本から慈恵病院の蓮田先生が参考人に来てくださって、内密出産の現状というのをこの総理全閣僚がいる中でお話をしてくださいました。昨年の末に、女性が来ました。未成年の女性が来まして、来るその当日になって出血が始まって、痛みを訴えました。新幹線で一人で来ましたけれども、結局、痛みが強くなってきたので博多駅まで行って、でホームで落ち合いました。その時にもう本人がこうやってさすりながら待っていたのが非常に印象的です。で幸いその無事に保護して翌日出産になりました。出産して赤ちゃんを抱っこして、ですけどまるで金縛りになったかのように、つまり自分が育てられない、何も言えないというその背景は、母親からの過干渉虐待でして、それから暴力を振るってた、 DV をしてた彼に妊娠のことを告げたらもうブロックされてしまって連絡もつかないと、で孤立してきました。で私どもは寄り添って説明をすれば必ず心を開いて匿名性を撤回してくれると自信がございましたけれども、初めてそれを受け付けてもらえませんでした。先ほど申し上げましたように、まさにこの金縛りにあったかのように、身元を明かしてくれないと。ということで、私の妻が一緒に仕事をしておりまして、妻にだけ、一人だけ身元を明かして、お産後4日なのに、やっぱり仕事に行かないといけないということで、帰りました。非常に無念ではありましたけれども、赤ちゃんに対する思いは強くて、毎日面会に行って、で最後、赤ちゃんが感染を起こしていたので、点滴をずっと抗生物質してました、保育器の中にいて。でその保育に毎日面会に来て、携帯で写真を撮って、で最後の日に、さすがに1回、もう1回抱っこしてもらいたいと思いましたから、特別に保育から出して、抱っこしてもらいまして、私 の目の前ではポロッと涙を流したくらいだったんですけれども、私が新生児室から出た後も号泣して、大変だったという話でした。でその日、1人で新幹線でまた帰っていきました。赤ちゃんはその後、乳児院に熊本市役所の皆様からご協力いただいて、今熊本の乳児院で保護されています。でお母さんとしましては、もう自分でやっぱり育てられないということで、現在特別養子縁組の手続きを進めているところでございます。私昨日のね、夜の、答弁調整といって、私こういう質問します。どういうふうに大臣返してくださいますか、なんていうのを、官僚たちとやり取りをする、すり合わせをするんですね。ほぼゼロ回答だと思ってましたが、今日、なんとですね、まず、この内密出産は、今の法制下でも違法ではないという、政府として初めての見解を出してくださいました。さらには、違法でないんだけども、じゃあどういうふうに、運用すべきか、特に戸籍事務ですね、それらを、法務省と厚労省、この所管する省庁が話し合いを持つというのを厚労大臣と法務大臣が初めて明言をしてくださいました。私がね、その厚労省と法務省、それ話し合いをしてガイドラインを出すなり通達を出すなり、それ必要じゃないですか、話し合ってくださいって言った時、テレビにはね映ってないから見えなかったと思うんですけども、厚労大臣が法務大臣をこうやって覗き込んで、うんうんって二人でやったんですよ。で私驚いて、うんうんってうなずき合ってると。で法務大臣が出てきて、いや話し合いますと言って、私が厚労大臣に答弁を求めようとしたら、自民党の席から、もうやるっつってんだから厚労大臣はもういいだろうと、時間ないんだよっていうやじが飛びました。違うんです。これは両大臣に答弁をしていただく、それを未来永劫残る国会議事録に残すというのに意味があるんです、価値があるんです。なので厚労大臣にもお願いをして、同じ答弁になりますけどもと言いつつ、同じ答弁をしていただきました。いわく話し合いをする、協議の場を持つということです。これ本当に大きな進展なんです。
まあ、総理はですね、内密出産法というのを検討するというのはもちろん明言はされませんでしたけども、私蓮田先生に最後に伺ったんですよね。蓮田先生、解決の一番近道は私が逮捕されることかなとおっしゃった。あんな風に言わせてしまうというのが立法府の不作為です。蓮田先生は第二の菊田医師事件になっても内密出産の法制化を実現されようとしてるんじゃないかというふうにお聞きして、で蓮田先生がいろんなことがあるかもしれないけども、どうか目をつぶっていただきたいみたいなことをね言わせてしまって、いや私皆さんに、この議事録、菊田医師が参議院の法務委員会に、参考人聴取された時のこの議事録、昭和48年4月24日の議事録、これを見るともう本当に賛否両論なんだと、本当に賛否両論の中で、でも14年後に全会一致で特別養子縁組の制度ができる、法律ができる、全会一致ですよ。今ではこの国の当たり前だったこの特別養子縁組というのは、この菊田医師がいなければ、この参議院の法務委員会の参考人招致がなければきっとなかった制度なんだと思う。だから今日蓮田先生が熊本から来てくださって、この内密出産の本当を議員に届けてくださって、もちろん賛否両論です、未だに賛否両論、反対の方が多いと思う。だけども14年もかけるつもりはありませんけども、内密出産というその産み方を選ばざるを得ない、そういう妊婦がいるんだから、そういう当たり前を作っていこうと思います。いくらね、支援窓口を拡充してもそこにたどり着けない妊婦がいるんです。母子手帳すら取りに来られない妊婦がいるんですって言った時、野田孤独担当大臣、うんうんってすごくうなずいてくださっていました。こういう一人一人の議員の課題感を持ち寄って法律はできます。一人一人の議員の心を動かして、初めて国会の中でも地殻変動が起きます。今日はそんな日になったんじゃないかと、いやこれからさらに地殻変動を本物の変動にしていくぞというふうに思っています。これも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 質問したかったけど、まあ、時間切れになってしまいましたけども、この内密出産の国としての初見解、その答弁を国会議事録に残せたというのだけで本当に嬉しい。委員会の後、蓮田先生とニコニコ笑顔でお互いの健闘をたたえ合いました。蓮田先生すごいんですよ。私が時間切れで一つ質問をね飛ばしたんですね。そしたら最後の答弁機会でその飛ばしたやつも入れて答弁してくるっていうね。いやー、蓮田先生すごい。まあ、こういう一人一人の情熱が、一人一人の思いの相場がお母さんや子供を守っていく、そういう制度を作るんだと思います。今日の伊藤孝恵チャンネルは、参議院予算委員会 NHK テレビ中継入り、総理全閣僚入り、質疑の反省会でした。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。今日は寝るぞー。